中田翔さん、チャリでこけて右手骨折。子供を乗せて自転車に乗っていた時、何かの拍子で転倒し、子供をかばおうとして右手を激しく打ってしまったとのことだった。ちゃんと子供は守ったと誇らしげに語った中田だが、そんなほっこりした話で終わっていいわけがない。野球選手が大事な右手を包帯でぐるぐる巻きにして球場に姿を現したのだ。マジやん。FA 検定機、まさかまた誰か殴ったんか、また拳で移籍しようとしたのか。ではやめろ、黒竜派打ったん、円弧詰めたんやろ。移籍したけりゃ FA 使えよ。右手トレードするな。ご視聴ありがとうございました。野球知識や思ったことをコメント欄にぶつけて、コメント欄を盛り上げてほしいです。面白い情報を知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。